はい、皆さん、こんにちは、こんばんは、ございます。毎日コリスです。えー、今日はこちらの、珍しい車、えー、こちらを紹介していきたいと思います。これね、すごいよね。あのー、全部で、何成形色だろう。タイヤが黒で、えー、これ水色、乗ってる人が水色、ピンク、白。4成形色、使われてるって、すごいですよね。今じゃ考えられない。 で後ろにこうメイドイドンチャイナってて書いてありますねチャイナだけじゃなくてメイドインって書いてあるっていう部分も非常にすごいなって思います多色車廃盤してるおまけなのでレジェンドランクのおまけになりますレア度は星3つと星半分の星3.5ですちなみにマックスは星5まであります年代はだたい2004年頃のものかと思われます、まあ、レア度3.5って 一見高いように見えないですけど星5までしかないのでめちゃめちゃ高いですでこれ本当にあに出回らないおまけなので非常にレアですこれはねだと成型色もかなり多いので昔ならではのおまけっていう感じがありますねこれね2004年ぐらいかなうん大体すごいですよねパーツ数昔の笛ラムネのおまけって本当にすごいです で昔って食玩ブームっていうのがすごかったんですよ。1990年代の後半ぐらいから2000年代の初頭とか頭にかけてそれが2005年ぐらいまで続いてたかな食玩ブームっていうのがあってですねチョコエッグ動物のチョコエッグを筆頭にいろいろあったんですよ。キンダーサプライズとかヤウイとかそういうのいろんなものがありまして。 で、食玩ブーム、いわゆる。もう今はもう本当に食玩が面白くないなっていう感じなんで、まあ僕が少しでも盛り上げたいなとは思ってるんですけど、だから趣味でおまけ作ってるんですよ。それを複製して販売できたらいいなっていうのが今の目標なんですけども、もう本当に全然面白くないですよ、今の食玩もう言います。もうはっきり。全然面白くないです。はい。コンビニ行ってもスーパー行ってもあんまり面白くないですもん。 やっぱり、あーなんかもう、飽きた、うん、見切った、もっとダメ、個性出してしい。お化けとか、フィギュアとかに。わけわかんない宇宙人とか、わけわかんないような動物とか、そういうのが見たいんですよ。僕はね。うん、なんかね、もうベター、もうベターなやつしかないんでね。うん、すいません、話出ししちゃったんですけど、えー、こちら、まあ本当に、貴重です。 あのね、結構、この、成形色が多いっていうのにまず魅力を感じちゃうんですけど、パーツ数も多いし。で、あと、プラスで、その、なんて言うかな。まずさ、めっちゃレアだよね。<laughs> これは。うん。めっちゃレアなの。普通に。なかなかないから、出回らないし、そもそもネットとかにも。うん。で、出回ったとしてもすぐ売れちゃうね。これはね。うん。 だから非常に貴重です。持ってる方はほんと大事にされた方がいいと思います。レア度も高いですよ。だから。レア度も高いですし。うん。で、これ結構成型色もあるんですよ。あの、これだけで完結してるわけじゃないんですよ。これね、全部のパターンあると思っていいと思います。タイヤの色以外。タイヤの色以外の全部のパターン。だから、例えば、ここが白じゃないですか。だか例えば、ここのフォルムが白バージョンとか、ここの人がピンクとか。いろんな、その、 パターンがあると思うんですね。だから、その、この車を全部コンプリートさせようとすると難しいと思います。完全な、フェルムネのおまけの完全なコンプリートって、成型色も含めた全種類のコンプリートだと思ってるので、それがやっぱりできて初めて完全なるコンプリートなんですよ。あの、普通におまけの種類を全部コンプリートさせる。それはただのコンプリートです。完全 コンプリートそれは色色のままで揃えてしまうこれが完全なるコンプリートなんですよ。で、プラスアルファで完全なるコンプリートかける全種類っていうのは不可能です。それはもう100%無理です。もう。どんなに僕が有名になって、あのー、皆さん、フェラーネのおまけ、たくさん集めてる方、もしね。 えー、いくらかお金払うのにちょっとご提供していただけると嬉しいですって言ってバーって集めても無理。うん。これ仮な話で全然もう有名じゃないですよ。無名ですよ。もうただの二十歳の男がね、こんなニッチジャンネルの YouTube で、フェラムでのおまけをなんかね、ちょっとベラ,ベラ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 ね、本当に面白くもない動画で語ってるだけなので、はい、有名になる可能性は0%なんですけども、あの、本当にね、 それぐらい全種類全部コンプリート完全コンプリートっていうのは無理です。フえラムネのおまけ。めっちゃ数あるんで。全種類何種類あるんだろう。わかんない俺も。うん。フェラムネおまけ研究家第一人者。まあ第一人者というかまあそれそういう肩書きで勝手にやらせていただいておりますよ、本当に。フえラムネのおまけといえばもうほんと前にこりすみたいなね、思っていただければ嬉しいんですけど、あの、本当にそれぐらいもう熱心にいろいろね、やって んですけどやっぱりね、無理ですよ、それは。不可能です、これは。だから、だからこそ、無理、無理は無理でいいんだけど、その、後押しじゃないけど、本出そうぜっていうのあるよね。本出してほしいなっていうのあるよ。やっぱカタログですよ。全部のおまけ。今の全部のおまけが載った本ですよ。フェラムネのおまけ。コリスさん、どうか、今一度、 それは考えてほしいですね。本はマジで出してほしい。売れると思います、フェラムネが。売り上げも上がると思います。その本も売れますよ、絶対。これはもう僕が保証します。絶対、今の世の中、面白い本あるかって言っあんまないです、雑誌。そういう、カタログとか。売れますよ。え、面白い、フェラムネのお分け。あ、あれだよね、スーパーに行ってるですけどそれの本出てる、買ってみようぜってなるから、絶対。これ別に、フィギュア集めてる、 からとか言って言ってんじゃなくて、絶対売れるから、絶対出した方がいいんですよ。ていうか僕がなんなら、もっとこう、あの、将来力つけてって本出したい。なんなら。本、本出します。<laughs> いつか出したい。これは。コリスさんに許可を得て。ちょっと頑張ろう。それ目標だわ。うん。あとはまあ、自分でほ、自分が欲しいおまけを作って販売できるっていう、その設備を整えたりとか、力をつけるとか。 もういろいろあるね、目標ね。うん。コロナ期間、家で何も過ごしてない方、えー、僕みたいになんか粘土をやってみたりとか、いろいろ面白いですよ、本当に。うん。毎日楽しいですから。充実してます、すごく。うん。夢に向かって挑戦するっていうことはね。何なんか、<laughs> ぽいこと言ってんだっていうね。<laughs> 知らねえ、二十歳のとこがよってね、いきなり何言ってんだって感じだけど。うん。めっちゃ脱水しちゃったんですけど、 これ以上脱線すると動画なくなっちゃうので今日はこの感じで終わりたいと思います。ではこちらのレアな車を紹介させていただきました。最後までご視聴していただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。